はい、ヤフーチューブ、どうもなきです。さて、今日もね、ヘアスタイルを見ていこうかなと思うんですけども、今日は、イギリスの俳優さんですね。あー、イギリス、そうだよね。そうだよな。うん。アンドリュー・ガーフィールドね。うん。まあなんかあれだよ、スパイダーマンは僕も見たことあるし、うん。僕の2個上ぐらいの俳優さんですね。うん。アメリカ生まれだったんだね。俺イギリスの俳優、まあアメリカ生まれのイギリスの俳優さんですね。うん。のヘアスタイルをいくつか見ていこうかなと思います。はい。で、まあこの時ですね。この時なんかもう短髪、もう普通のね、短め。短めショートヘア、なんかメッシみたいだね、これなんか気がするイメージ、なんかこうひげ生やしてると似てるね、似てるね。年も近いでしょ。目、あ、年近くねえか。年は5個ぐらいしたか、メッシの方が。うん、まあほんとベリーショートです。ほんとにおでこライン、おでこラインっていうかこの外人ライン、もうこんなん分かりやすいよね、外人ライン、鉢植え、パツッとまっすぐ、もうこの下全部刈り上げ。うん、もう外人さんの場合はね、いいのよ、バリカンでやってもこういう感じになるから。日本人の場合はね、まあ、なかなかなりにくいよね。やっぱ柔ら、髪が全然、髪質が全然違うからさ、柔らかくないからさ。うん。日本人の人で柔らかい人で量が多い人だったら、バリカンでやっちゃったら似合うようになるんだけども、大体あんま日本人でそんなことないから、うん。ハサミで切ってあげたりとかして、やってあげないとなかなかならないかなっていう。まあ普通に短くしてね。やってあげて、上の部分はこの上の部分だね、ここオレンジの部分に関してはもうモヒカンで切ってあげて全然いいと思う。モヒカンカット、まああんまりモヒカン、モヒカン短くしすぎないね、上の方で。で、前髪は全部上げる。要はここだけ、前髪だけ上げてモヒカンっぽくするんで、横も上げてあげるの。で、上だけ、この真ん中だけちょっと長めに残すっていうようなバランスにしてあげると、要は完全なモヒカンじゃなくて、この前髪立たせることによって、おもながり見えやすいから。系がやっぱ海外の人は多いよね。俺いつもなんか紹介するときそう言うけど、うん、やっぱあっちはこういう髪型というかバランスが人気なんじゃないかなっていう気がする。人気なんていうかベーシック、まあ要は日本で言うマッシュ、 今で言うマッシュヘアみたいなのが、まあ、ずっと海外の方の単発のこの、ヨーロッパとかでもそうだし、アメリカとかもそうだけど、こういう男性ってこういう大長っぽいバランスがベーシックなんじゃないかなっていう気がします、僕は。うん。で、この時なんだけども、まあ何？なんていうの？いろんな説、髪型、切り方があるからね。まあ、前髪長髪のなんかウルフショートっぽいような感じ。この前髪 ない状態で考えてあげるって一番早いかも。前髪をまず考えないで、
切ってあげると、あの切ってもらって一番早い、考えてもらって一番早いんだけど、あの普通にショートヘアで切る感じでいいんだよね。横は耳隠れるぐらいの長さ、うん、耳に隠れるくらい長さはある、うん、で襟足も長めで全体に段をつけて、普通のもショートヘアっぽい感じで作ってあげるんだ、全然普通に、うん、ちょっと長めだよ、うん、でそれに対して別でこの長さのバランス、要は耳隠れる長さ、襟足長め、全体に段をつけたこのバランスのままつなげて前髪切っちゃうと、前髪って多分短いで段をつけてってるから、うん、ただ前髪だけは別でちょっと長めに残して段をつけてあげる、うん、まあ美容師さんだと分かりやすい、美容師さんが考えると分かりやすいんだけども、要はショートヘアの切り方を切っていくと、前髪もねその横から切っていくんだけど、大体こう前髪をバッて一緒に切っちゃうと前髪がねこう前毛だったりとか目のギリギリだったりとかで短くなっちゃうんだけども、これって結構長め、もう目を隠れる長さはあるわけよ。で、それを横にしてるぐらいの感じなので、前髪だけ別で考えて、長さを残しておくのが大事だと思う。まあ、美容師さんとかにいるときは前髪はだけ長めに残して、別で考えてつなげないでいいので長めに残して、あの段つけてくださいって言えば、まあ分かると思う。普通のショートヘアだけども、ショートヘアで、まあ耳隠れるぐらいの長さで襟足長めで段全体的にちょっと強めにつけてウルフっぽくしてもらいたいんだけども、前髪だけはちょっと別で、あの短くしないで目の下ぐらいまでの長さを残しながら段はつけて、あのちょっと動かすような感じにしてくださいっていうふうに言うと分かりやすいんじゃないかな、一番。うん、まあ、あと色味は明るくしないとダメだけどね、金髪、うん、までいかなくてもハイライト入れて全体的に今12レベルぐらいの明るさは保ってないと難しいかなっていう気がします、僕これは、うん、明るいからこそスーツとかもこういうのちょっと似合ったりするからね、こういう海外の人の髪型って、うん、黒髪だとなんかちょっとやさぐれた感じになっちゃうじゃん。はい、でこの時、この時なんかさっきのここと違ってちょっと横があるよね、横がある。うん。まあ刈り上げショートヘアなんだけども。ツーブロックではないね。この時なんかはこめかみ8、ボンのくぼぐらいまではもう刈り上げ、ハサミとかでビーって短く刈り上げてもらって、横を残して、要は上も残すっていう、ここの横のね、ここのボコンって出てる、ここを残す、こっちは中でしょ、その違い、うん、があるから、だからセットしてる時も横がここあって、で上短くしてっていうバランスになってるでしょ。うん。まあ、これは本当に好みの違いなの。こことここどういう感じにしたいか。あとセットが、まあこの場合はね、あの上だけ立たして横は横にしてるって感じだけども、もうちょっとこうボリューム落として、これ残した状態でこう下ろしてあげてセットするとまたちょっと違うかなっていう気はします。うん。まあだから、海外のそのオモナガっぽいようなバランスにしたい人はこっちだし、そのオモナガだったりとかが嫌でちょっと横にバランスが欲しいっていう人はこっちの方が
あのここにボコって出るからさ、あんまり面長のイメージ意識が飛ぶでしょ。うん、そこがまたちょっと違いだと思う。どっちが悪いとかどっちがいいとかではなくて、これは本当に残すバランスの問題、どうしたいかっていう。うん、あとはセットの問題もあるけど、基本的にもうパッと見分かりやすいよね。残すか残さないかでこれだけの差が出てくるっていうのことだから、そこだけはあの美容師さんとか自分のなんだろう顔のバランスだったりとかに沿って合わせてやってもらうといいかなと思うので、その辺も美容師さんと相談しながらやってもらうといいと思うので、ぜひやってみてください。バイバイ。